FTL ファスターザンライトはインディーゲームスタジオのサブセットゲームズが開発した宇宙を舞台とするリアルタイムストラテジーローグライクゲームで2012年9月にマイクロソフトウィンドウズ、MacOS、Linux 向けにリリースされた。ゲームではプレイヤーは一隻の宇宙船とその乗組員を操作し大規模な反乱軍の艦隊に追われながら連合軍の艦隊に 重要な情報を届けるという任務を負う。プレイヤーは反乱軍やその他敵対勢力への対応、新しい乗組員の募集、船の装備の追加や強化を行いながら、プレイごとにローグライク方式で自動生成されるマップとイベントを含んだ8階層のセクターを宇宙船で進んでいく。戦闘はリアルタイムで進行し、船が破壊されたり、 乗組員全員が失われたりすると負けとなり、新しくやり直す必要がある。このゲームは2012年9月のリリース後に公表を白した後、2014年4月に FTL Advanced Edition として、船、イベント、その他のゲームプレイ要素を追加した無料アップデートがリリースされ、かつ iPad デバイスでも購入できるようになった。プレイヤーは超高速で移動できる。 宇宙船を操作する。この宇宙船は銀河連邦に属しているが銀河連邦は反乱軍との戦争で敗北の危機に瀕している状態となっている。プレイヤーの宇宙船は反乱軍を混乱させて連邦を勝利させる可能性のある情報を反乱軍艦隊から傍受する。反乱軍の艦隊やその他敵対的な勢力による攻撃を避けながら いくつかの宇宙セクターを通り抜けて、連邦本部に到達することが当面の目標となる。そして、最後のセクターでは、反乱軍の機関との戦いが発生し、機関との戦いでは、連邦の勝利と敗北をかけた、複数段階の戦いが行われる。ゲーム開始時、プレイヤーは特定のシステムをいくつかと、乗組員何人かが事前に設定された。 各種宇宙船の中から一つを選択する。このゲームでは、ローグライクゲームのように8つの宇宙セクターをランダムに生成され、セクターごとに20数個のビーコンが設定される。プレイヤーはビーコン間で船をジャンプし、次のセクターにつながる出口であるビーコンに進む必要がある。各ビーコンでは、有効的、敵対的など様々なイベントが発生する可能性があり、 その結果によって報酬を得られたり、スクラップを消費してシステムや乗組員を購入できる場合もある。どんなイベントが発生するかは通常は事前に知ることができない。基本的にはできるだけたくさんのビーコンを経営することにより、スクラップや追加の乗組員を得たり、装備、船の強化を行うことになるが、戦闘などによって 船と乗組員へのダメージも蓄積していく。ビーコン間をジャンプするごとに燃料が消費され、反乱軍の勢力範囲が拡大する。反乱軍の勢力に入ったビーコンにジャンプした場合は、通常のイベントは発生せず、強力な敵との戦闘となる上に、勝っても最低限の報酬しかもらえない。一般的に、後のセクターのイベントほどより良い報酬が得られるが、 戦闘は段違いに危険になっていく。ゲーム内で使用できる乗組員の種族は、人間、演技、ゾルタン、マンティス、ロック、スラック、ダニウス、クリスタルの8種類で、それぞれの種は異なる長所と短所を持っている。例えばロックは火に耐性があり、体力は高いが、移動が遅い。ビーコンの中には、スクラップを消費して、船のシステム、燃料、弾薬、武器、 ドローン、追加の乗組員の購入や、船体修理を提供する店舗がある場合がある。またビーコンの環境が船や船の機能に悪影響を及ぼす場合がある。例えば小惑星隊は、継続的に船に危害を加え、星雲は、センサー機能を無効にし、赤色巨星のフレアは火災を引き起こす。敵対的な船はしばしばプレイヤーを攻撃し、破壊するか。 幸福を申し出るまで戦うか、ジャンプして回避する必要がある。戦闘中、ゲームはリアルタイムの宇宙戦闘シミュレーターになり、たとえプレイヤーが何もしなくても状況は変化していくが、ゆっくり考えるために一時停止することは可能。戦闘では、プレイヤーは電力を分配することで船のシステムを管理し、武器を操作して敵船に攻撃することができる。敵味方いずれの船も、 攻撃によってあるシステムが一定上損傷を受けた場合、乗組員によって修理されるまでそのシステムの機能が使えなくなる。また攻撃によって船体に亀裂が入る場合があり、この場合は乗組員によって修理が行われるまでは宇宙に空気が漏れるため船員が窒息する可能性が出てくる。また別の場合には火災が発生し乗組員によって消火されるか、 酸素が不足して自然消化するまで燃え広がり、それによってシステムや船体に損傷を与える可能性がある。攻撃を受けることで船体そのものにもダメージが入り、お互いの船ともに船体の耐久力がゼロになるか乗組員が全滅すると敗北となる。戦闘に勝利すると弾薬、燃料、スクラップを得られる可能性がある。また、 FTL ドライブチャージが完了した場合は別ビーコンにジャンプすることで戦闘を回避することもできる。敵戦も同様に戦闘から逃げることがある。ゲーム開始時は1種類の船しか利用できないが様々な条件をクリアしていくことでさらに9種類の船が解放される。またそれらすべての船には2つの追加レイアウトがあり、異なる配色、装備、乗組員となっており、 またそれぞれの目標を達成することで解放されていく。一部の船はあるプレイスタイルを強調したデザインになっており、例えばある船は敵船に乗り込んで乗組員を全滅させるのに特化したデザインになっている。またゲーム内にはゲームプレイに影響を与えないやり込み要素的な目標もある。2014年4月3日に PC 向けの無料アップデートとしてリリースされた。 同時期に新発表された iOS 版では最初から含まれてリリースされている。新しい乗組員の種族としてダニウスが導入された。ゲームに追加された要素としては以下がある。クローンベイ、ハッキングドローン、マインドコントロールシステム、パルサー環境、バッテリーシステム。その他の新機能としては追加の選手、新しい武器、新しいイベント。 新しいセクター種別が含まれている。ハード難易度モードが追加された。なおこれらの拡張機能は必要に応じて一括、無効に設定することもできる。ありがとうございます。